ただいま。体操だ体操。爽やかな空気を吸いながら体を動かしてきたんだ。銀さんが体を動かすってのは手首から先のことだけだからね。パチンコだよパチンコ。今日は深層回転だって言って朝ごはんも食べずに張り切って出かけてったんだ。だけどあの顔を見るとどうやら勝てなかったみたいだね。銀ちゃん元気ないね。元気だけじゃねえよ。金もなければ希望もない。今の俺はシックスティーンかってぐらいないない尽くしだ。まあ損とか得とかそういうことを言うためにパチンコをやってんじゃねえから。俺はでも得した時には銀ちゃんすごくハイになってるよ。それは俺がやってるんじゃないから。俺のアドレナリンが俺を勝手に動かしてるだけだから。素直じゃないな。負けたってはっきり言えばいいじゃないですか。負けてなんかねえつってんだろ。針金全部すっちまっただけだ。それを負けたって言うんです。まったく銀さんも少しは空くん見習ってまともな仕事探す努力したらどうですか。なんか俺そういうの疲れたわ。毎日フルスロットルで走る毎日はもういいって。これからはスローライフで行くわ。それ以上スローにしたらあんたの人生止まっちゃいますから。だけどそういう新八だって仕事してないねん。失礼しちゃうな。仕事ならしてますよ。今日は今から道場の蔵を掃除に行くんです。道場の蔵掃除？そりゃ単に実家の手伝いじゃねえか。まあ確かにお金はもらえませんけども。でももしかしたら蔵の奥から高く売れるお宝とか見つかるかもしれませんよ。そんな都合のいい話ないない。せいぜい親父さんの使い古したふんどし見つけんのがオチじゃねえのか。まあ僕もそんなに期待してるわけじゃないんですけど、姉上に約束しちゃったし、とにかく僕は今から道場に行ってきますから。え、別にいいけど手伝ってくれるの？お金にはならないと思うよ。そうか、ありがとう。じゃあ言葉に甘えて手伝ってもらおうかな。あ、そういえばお店の常連さんから獅子屋の羊羹もらったって言ってたから、きっとおやつに出してくれるよ。銀さん、神楽ちゃん、それじゃあ僕ら出かけますね。あばよ、未だに実家に帰省してるパラサイトシングル野郎。ほっといてよ。